よっしゃー、よっしゃー、シーバス、コンディション最高、入れ食い最高。はい、おはようございます。今日は博多湾、岩室船長のところね、エルクルーズさんに来てます。で、本当はね、沖に行ってヒラマサ、それから青物を釣る予定だったんですけども、まあまあしけてて、湾内で、釣りをしたいなと思います。一応なんかシーバスが釣れるそうで、まあちゃんとやるのはほぼ初めて。はい、前回1匹ぐらい釣れたのかな、偶然釣れただけなんで、今日はそれを楽しみたいなと思います。シーバス、昔はやったことある、それぐらいのスキルです。スピードサーディン、ウルメバイ、リベラリストのプロト、ベイトモデル。このウルメバイブはね、まあまあ引きこもりしないんで楽。基本青物用なんでね、早巻くように作ってある。浅いな、何でも使えそうやな、何でもできそうやな。魚好き、 20g。やっぱ投げやすいな、73あると。猫シャフト SSLG。 これは加工になったね。加工じゃないのこれ。あ、加工、干潟なんです。なるほど、そういうことか、加工じゃないんだ。え、なんか貝取れるような干潟。あー、朝何メーターこれ。おー、今使ってるのが 30g のウルメバイブ。あ、やっぱこっちの方がええわ。お、シーバス来た、シーバス来たぞ、造船車。おう、あ、まあまあ A サイズが釣れねえな。何グラムですか。40。あ、危ねえ、あ、怖。これ何、これ何、よしよし、これは魚やぞ。よしよし、これ魚やな、バセン。あー、違う、違うかも、違うやつやこれ。あ、やばやばやば、あ、釣れた。あ、いや、あるある、これエイやな、ちゃう、これシワスじゃないんじゃない、ほら。エイやわ。あー、エイのスレですわ。こんなん来ました。ゲイラカイト、カイトやな、ほんまに。お、なんか岸釣りになってきたぞ。岸釣りおかっぱりになってきた。
っしゃー、おー、あかん、逃げる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 、あはは、かわいい、やった、あ、抜いた、抜いた、あかんかった、バレた、ごめん、バレた、こんなやった、あー、おるおる、さあここまで来てなかなかつかみどころのない一日やね、うん、博多湾狙ってシーバス、やっぱり初やわ、これ川の水が入ってんのかな、これこのゴミ、デスリバーや、デスワンや、よっしゃ来た、デスリバー言うたら来た、あ、なに、アジ、アジ、え、なになになに、サゴシ、え、アジ来た、マジで、丸アジ、あ、丸アジや、アジ、これは SSG 群の 40g、 やってたら釣れましたわ、中層いっぱいおるんかな、 8m、 はーい、さあここはなんか他の船が釣れてたそうで、行きます、来た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 ぞ、来た来た来た、1投目抜いたかやな、抜いたかやな、抜いたかやな、よしよしよし、ちっちゃいで、あたた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 た、はい、夕日です、船長がね、まあ釣れないということで最後まで粘ってもらってます、ここが本当の最後の場所、12時間やってますウケる、これ何メーターですか、7、どこにおんねやろ魚、よっしゃー、よっしゃー、おったで、おったで、おった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 で、これはほんまもやで、多分ほらおったね、えらえらいせんように、あ、焦った、ちっちゃい、え、なんか、そうそうそう、あ、あ、スレや、スレや、スレや、あ、あ、よっしゃ、こねこねこね、あー、ほんまもん釣れた、やったやったやった、タモのサイズがちょっと切なさをしかもスレやし、ちょっと大きいと思ったけど、しらす、最後の最後に釣れました、魚魚スピン 40g、 あ、よかった、あー、シーバスの匂い、よし、お前は逃がしてあげるぞということで、あとは赤松くんに、ね、任せます、変化に終わったんですけども、最後の最後に釣れたこいつに対してのね、気持ちはまあまあ嬉しかったんで、よしとします、皆さんもっと釣ってください。
ッケーやったー一世の赤松健です。大好きな音楽が戻ってきました。戻ってきたというか、ね、めちゃめちゃ久々なんですよね。来る機会はあったんですが、すべていろんなことで潰れてしまって、やっと来れました。やっと来れた音楽が。で、音楽が大好きなんですよね。やりがいがあるツイバ。今日難しい季節に来ちゃったけど、なんとか頑張って攻略したいと思います。音楽らしい音楽のポイントに来ました。もう音楽のおかっぱりをこう代表するようなポイントですね。犬鳴川の関、今日はここからやっていきたいと思います。キャルやります。具はキャラメルシャッド 3.5 インチで、マルチオフセットの 1.0 で、そこからリーダーを、まあ、スナップつけてリーダー出してスイベル、ここまではね作っとくんですよ。この状態でタックルボックス入れとくんですよね。そしたらキャロをやるのもリグるのがめんどくさくない。でここに僕がよく使うのはこれ、ダイワのフリーリグ、フリーリグ用のシンカーですね。これがねすり抜け性も円筒性もいろんな面で兼ね備えてるシンカーですね。メリットは簡単なこと、すぐにキャロが使えることがメリットなんだけど、デメリットはバスがワームを食って引っ張ってった時にシンカーが動いちゃう。バスがシンカーごと引きずらないといけないんですよね。これがデメリットで、この重りの重さに違和感を感じてペッと履いちゃう場合もあるから、もしこれ今日キャロばっかりやりたいなとか、キャロハマるなってなったらどうするか。この仕掛けは、作った仕掛けはそのまま使います。こっちのメインラインのスナップを取って、でメインラインにシンカー、このシンカーそのままでいい。このシンカーの愛にラインを通してこのスイベルに直に結ぶだけ。これでラインスルーの仕掛けが出来上がり。こうなるともうワーム食ったらバスが重りごと引っ張らなくてもラインがスルスル動くから違和感を与えにくい。こんな感じで仕掛け組んでます。おっしゃー食ったー。おっしゃー、おっしゃー、久々の音がフィッシャー。よいしょー、ういモーニングバイト取れた。よし、これこれキャラメルシャッドのキャロですね。足場高くて流れあるとこでもこんだけ重い重りつけたらさーっとボトムを引けるんで、ボトムをズルズルズルってこうプルプルと泳がしながらズル引いた感じでやってたらガツンと持ってきました、ね。まあ、キャロ飛ぶじゃないですか、飛距離稼げて。でここなんか足場が高くて流れてるんで、ラインがもう持っていかれるんですよね。そもそもラインが垂れてる。でこの状態で例えばキャラメルシャッドのノーシンカーとか引いたら、いくらボトムを取ってもパーッと浮いてくるし、流れでルアーが持ってかれて、流れだけでルアーが浮かされちゃうんですよね。できっちりボトムを取った状態で巻きたかったんで、ヘビキャロにしてラインをべったり寝かしてキャラメルシャッド。だからあのキャロでゆっくり釣ってるわけじゃないです。結構ハイペースでズル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 、ずっとキャラメルシャッドはこうずっと泳いでる状態ですね。こういう感じ、ロッドで糸リーブしてくるみたいな。でこうやってやってたらドン。今ヘビキャロでキャラメルシャッドがボトムについてる状態でズル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 、食わせとは全然違うペースで引くんですよね。もう巻物として扱ってます、ボトムで。こうやってでロッドで錆びてもいいし、リールでボトムを感じながらズルズル巻いても OK。 じっくり食わせるキャロと違って、結構もうハイテンポにやっちゃって、バスもハイテンポだからガーンって食ってくるから当たりも分かりやすいし、
当たった時だけラインはたくさん出てるし、メインライン、シンカー、ワームってなってるんで、オフセットしてるからしっかり合わせないといけない。その糸のたるみだけリールできっちり取ってバシッと合わせる。移動、気持ちよく。さあ移動してきました。流れの速いところ、もうきついかな、寒いから。流れる場所はきついかな。スズミムシの 2.21、 ネイルシンカー 1.8。 おっしゃ出た、おっしゃ、やばいとこでかけたぞ。おっしゃ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 、スズミムシのね水面使い、ちょっと糸弱ってるかな。おっしゃしゃしゃ、かわいいけどいいバイトでした。ナイスバイト。沈み虫はね、沈まないように水面パパパパパパって泳がすんですよ。そしたらパコンって出ました。ちょっと岩の向こうやったからビビってしっかり合わせれなかったけど、かかってよかった。このね、何で釣れるかっていうのを見つけるのがおもろいのが秋のバス釣り。やっぱ女川もまあいろんなシチュエーションあるから、それぞれに釣れるものって変わってくると思うけど、まあ、そこにあったものあったもので、この時期にあったものってのを探していくんですよ。であんまりたくさんいろんなものを試すとバスも釣れちゃうし、本来釣れるものがすごく後に来ちゃったら、もういろんなものを通った後やから釣れちゃってるし、難しくなるんで、できるだけ早く何で食うかっての見つけたい。よし、行こう行こう行こう。戻りましょう。一本釣れたところに。あ、ここも釣れてんのか。うん、行きましょう行きましょう。移動。さあ一旦移動して帰ってきました。朝釣れたとこ、やっぱここバスいそうなんで、ここで狙います。なんでしょうね、追い川すか、追い川っぽい。このベイトフィッシュを狙ってるバスを僕が狙う、多分このぐらいのサイズ感ちゃいますかね。ベイトでキャラメルシャッドをキャロで使うと何がいいかって、シンカーに引っ張られて常にこのテールが誘ってくれる。適当なズル引きをするだけで泳いでくれるからいいんですよ。秋はね、秋冬とかって結構ブルブルしたものとか、ピロピロ泳ぐもの、振動するもの強いんで、キャラメルチャットがいいんじゃないかな。これややこう食いの落ちたタイミングとかでいろんな釣りにシフトしていこうかなと思ってます。おっしゃ、でかいわ、だいぶでかい。ちょっと向こう行きますね。バスか、バスや、でかい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 。足元気をつけてくださいね。ここよっしゃ、やばいな、めっちゃ引くわ、でかいもん。言うこと聞いてくれ、頼む。おっしゃ、おんがでかい、やりました。でこれ、のみちゃん、ほらキャラメルのヘビキャロ、思いっきり抑え込まれてそのままダッシュしました。これはいいバスでしょう。これ
キャラメルシャッドの 3.5 インチね。ヘビキャロ、うん、よっしゃ。久々の運河やからね、久々で備えたんですけど、結果オーライ。キャストうまヘビキャラの良さはよく飛ぶことと広い範囲をサーチできることなんですよね。だからむしろこうガラガラした狙いどころがはっきり、まあここバスいるよねっていうストラクチャーを狙うものというよりは、どこにバスいるか分かんないなとか、あそこまで小さなワンも届けたいな、届かせたいなっていう時に使うようなリグですね。特にこのキャラメルシャッドのセットは広く早く探れるから、バスがちょっとどこにいるか分かんないとか、ちょっとバスが散っちゃってる、そんな時に使うのにすごくいいです。早くてサーチできてそのまま食わせれるっていう。食った食った食った、よし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 、よっしゃー。あ、意味がいたんか。よっしゃー、めっちゃ釣れる。君がいたんやな、この人ですね。当たり多いのよう釣れる。これまあよう釣れたからもう上がろっかは僕にないんすよね。よう釣れたからまだまだ釣ろうぜになるし、釣れんかったら釣れんかったで、よっしゃ、見で食いやん。うい、可愛いけどプリプリやな。コンディション最高、入れ食い最高昼休憩。移動してきました、支流ですね、笹尾川っていうよく流れてる川です。まあ、流れあるとこ意外とバスいるんで、まだここもどうかなと思ってきました。やってみましょう。朝から釣れてるキャラメルシャド 3.5 インチですね。でそれのヘビツネ、まあ、ヘビーダウンショットリグやっていきます。ワームからフロロの糸を出してスナップで重りで、重さが合わなかったらこのスナップでシンカー変えるだけで、ね、でシンカーを変えるだけで、このままタックルボックスに入れとけばスナップでセットできちゃう。おかっぱりってちょっと場所変わったらもう全然シチュエーションも違ったりして、キックリグ使えるリグが変わってきちゃうんですよね。その時にやっぱスナップで交換できるってのは強い。食った食った食った、よっしゃ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 、でかいぞ。あ、よっしゃ、危なかった。キャラメルヘビだ。イメージ通りを流れの中でトンと落としてピカ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 って精査してたんですよ。ゴンって入りましたね。ほらでっかいの。めちゃくちゃいい体型、最高のコンディション。今日はキャラメルですね。移動してきました。音が最下流ぐらいまで来ました。もう調子よく釣れてるんで、もう今日釣れてる傾向は流れのあるところのそばの淀みか、まあ、そこをやっていきたいと思います。ヘビーダウンショットリグ、これ何やりたいかっていうと、なぜシャッドテールつけてるか。まず沈めるだけで重いシンカーにワームが引っ張られてキャラメルシャッドが泳ぎます。でプルルって泳いで着底した瞬間が大事。トンってここでノーシンカー状態になるんですよ。
ここでふわーっとしてくわせる。で、何やったら流れが強いとこやったら軽くラインテンション張ればボトムからちょっと浮いた状態で魚姿勢をキープできる。秋ってね、意外とこうプルプルしたもの好きやったりとか、ちょっと浮いたものをえり好みして食ったりするんで、まあ、それ狙いですね。でかつ、まあ、音楽側は引っかかるものがすごく多いんで、まあ、オフセットフックで使えること、それから進化、ここは先につくことで針がそこにつかないんで、根掛かり、まあ、針での根掛かり回避できるというところで選んでます。食った食った、よっしゃ、うい、キャラメルボコボコや、量気やし、上流から下流まで行くとこ行くとこキャラメル大当たり、完璧にキャラメルの日です。っていうかキャラメルね、昔からよく釣れるんですよ。最近ね、しっかり使ってなかった。やっぱりちゃんと使ったら釣れるような、めちゃくちゃキャラメルがハマってますわ今日はね。最高の音楽兆候になりました。よう釣れました。個人的には久しぶりの音楽っていうのもあって少し不安もあったんですけど、結果よく釣れました。まあ音楽ってね、すごく僕音楽好きなんですけど、攻略しがいがあるんですよ。はめたらボコボコ、見失ったらびっくりするやつ釣れない。まあそういう厳しい面もあり甘い面もあるような川だなと思ってるんで、まあ今回はいい面が見れたなと思います。また音楽に同じようによく釣れるように頑張って通いたいなと思います。